皆様。あけましておめでとうございます。ちょっと中からふざけんじゃねえ。皆様は大晦日はどう過ごしましたか？ちなみに俺何はわかりません。うぷ主特有の早編集のせいだな。てか、去年から鉄道ゆっくり茶番を始めて投稿頻度も上げるとか言ってたのに、あんまり上がらなかったな。てか夏から失踪したな。まあそれには理由があって、たくさんのアカウントで虚偽通報されてたから、危機感を覚えてこのチャンネルも一旦茶番の制作を中止したんだよ。そして数ヶ月後に収まってきたから、今年から月1位のペースで投稿していこうと思うぞ。これで実質鉄ゆ復活か。まあネタ切れは防げるな。てか今回イーブンシファどこ行ってんな。あいつなら今旅行ってるらしいから動画に出れないらしいぞ。てか2023の通話どこ行ってきたんだ。あいつの情報によれば越谷や調布とかだな。てか早く俺の立ち絵更新してくれないかね。気長に待とうぜ。なんだ、なんか通知が来たな。立ち絵も更新が可能となりました。えってことはついに俺の立ち絵も2代目になるのか。よかったな。いやー早く進化しな。いやポケモンか。いやくっそ綺麗になったな。画質上がりすぎだな。うぷ主が一眼レフを使ったからな。これでやっと汚い立ち絵とおさらばだ。ちなみにお前らはもうこれで十分らしいから撮る予定はないらしいってうぷ主言ってたぞ。わかった、あとでうぷ主起こすか。ってことで2024年も熱海の鉄オタをよろしくお願いします。ってことで次の茶番片日で会おうな。そんや、ご視聴ありがとうございました。最後ぐらい合わせろや。